ファビオ・アウレリオ、ファビオ・アウレリオ・ロドリゲス、フォビオ・リリオ・ロドリゲス、1979年9月24日隊は、ブラジル・サンパウロ州、サン・カルロス出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは DF、左サイドバック、または MF、左サイドハーフ。イタリアにルーツを持ち、ブラジルとイタリアの二重国籍である。1979年9月24日、 ファビオ・アウレリオはサンパウロ州サンカルロスに生まれた。サンパウロ FC の下部組織で育ち、1997年にトップチームデビューした。サンパウロ FC 在籍時に U-17 ブラジル代表と U-20 ブラジル代表に招集されている。また2000年にはシドニーオリンピックに出場した。シドニーオリンピック後の2000年末、 スペインリーガーエスパニョーラのバレンシア CF と6年契約を結んだ。ラファエル・ベニテス監督が率いるチームの一員として、2001から02シーズンには31年ぶりのリーグ優勝を果たした。2002から03シーズンにはリーグ優数の左サイドバックとしての地位を確立し、リーグ戦では8得点、公式戦通算では10得点を挙げた。 2003から04シーズンもクラブにとって輝かしいシーズンとなりリーグ戦で優勝するとともに UEFA カップでは決勝でオリンピックマルセイオ2の0で下している。しかしアウレリオは足の負傷でシーズンの大半を棒に振り2試合にしか出場できなかった。バレンシア CF との6年契約が満了した2006年7月5日。 イングランドプレミアリーグのリバプール FC にフリートランスファーで移籍。彼はリバプール FC にとって初のブラジル人選手であった。インタビューでリバプール FC を指揮していたのがベニテス監督であったことが移籍の鍵となる要因であったと明かした。8月13日 FA コミュニティシールドのチェルシー FC 戦でデビューして初タイトルを獲得し2006から07シーズンは チームの中心選手としてプレー。2007年3月31日、優勝争いの相手となるアーセナル FC 戦では、ピーター・クラウチとダニエル・アカーの得点をアシストした。しかし、4月3日の UEFA チャンピオンズリーグ、準々決勝 PSV アイントホーフェンセンファーストレグで、アキレス腱の怪我を再発させ、2006から07、シーズンの残りを棒に振った。 負傷までにリーグ戦25試合に出場しただけだった。2007年9月18日 UEFA チャンピオンズリーググループリーグの FC ボルト戦で後半途中に出場して復帰。2008年3月2日にリーボックスタジアムで行われたボルトンワンダラーズ FC ではシャビアロンソのコーナーキックからボレーシュートを決めチームの3点目となる遺跡5発得点を挙げた。 2009年2月7日、フラットンパークで行われた、ポーツマス FC 戦では、関節フリーキックから同点となるゴールを決めた。3月14日のマンチェスターユナイテッド FC 戦では、チームの3点目、移籍後3点目となる得点を決めた。左サイドバックのレギュラーポジションを確固たるものとしたが、再び怪我に悩まされた。UEFA チャンピオンズリーグ準決勝のチェルシー。 FC 戦ファーストレグで、ジョーコールと激突した際に町内転筋を痛め、一足早くシーズンを終えた。2009年夏に町内転筋の怪我から復帰したが、子供とビーチサッカーに興じている時に、再び負傷。2009から10シーズン開幕から1ヶ月後に復帰した。2010年5月25日、ベニテス監督はアウレリオが、契約延長オファーを拒否して、 チームを離れることと確信したが、2010年夏に、ベニテス監督はイタリアのインテル監督に就任し、リバプール FC にはロイ・ホジソン監督が就任。8月1日、アウレリオは2年間の契約延長オファーに合意した。契約延長の翌日のボルシア・メンヒエングラート・バッハとの親善試合では、途中出場して試合終盤にキャプテンマークを巻いた。ホジソン新監督は、 アウレリオと再び契約できたことの喜びをテレビのインタビューであらわにした。アウレリオは背番号12を変換し、ブラジル時代につけていた背番号6を代わりに選ぶと、背番号12は若手スペイン人 FW のダニエル・パジェコに渡された。2010から11シーズン序盤には再びアキレス腱を痛めたが、 11月20日のウエストハムユナイテッド FC 戦で途中出場して、復帰した2011年1月9日に、オールドトラフフォードで行われた FA カップ3回戦のマンチェスターユナイテッド FC 戦が、ケニー・ダルグリッシュ新監督の初再敗試合となったが、アウレリオはこの試合に出場した。4月11日、マンチェスターシティ FC 戦で怪我から復帰し、4月17日に、 エミレーツ・スタジアムで行われたアーセナル FC 戦には左サイドバックとして先発出場したがこの試合中にハムストリングを負傷して若手のジャック・ロビンソンと交代した2010から11シーズン最終戦で復帰し先発出場した2012年5月24日グレミオと2013年末までの契約を結び母国に復帰した2013年10月 年末の契約満了をもって、クラブを退団することを表明した。U-17 ブラジル代表、U-20 ブラジル代表に招集経験があり、2000年には U-23 ブラジル代表として、シドニーオリンピックに出場した。2009年10月、イングランドとオマーンとの親善試合のために初めて、ブラジル A 代表に招集されたが、負傷して代表をメンバーから外れ、 デビューを果たすことはできなかった。一人の姉妹がおり、彼女はレアルベティスなどでプレーしたサッカー選手のエルと結婚した。アウレリオ自身は2000年1月に結婚し、2001年12月に息子が2006年に娘が誕生した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。